大分市出身の川野貴照さんが社長を務める貸会議室の大手 TKP は、JR 大分駅前に来年10月、アパホテルを開業する計画を進めています。建設予定地で今日う、起工式があり、関係者およそ30人が参加して工事の安全を祈願しました。建設されるホテルは12階建てで255部屋を備えているほか、最上階には、 温泉の大浴場が設置され国の内外から観光・ビジネス客の利用が期待されていますインバウンドの方々インバウンドのまた企業単位の方々そして今まで通り個人の旅行者ビジネスマンも使っていただけるそういったハイブリッドな施設としてオープンしていきたいと思います一方、同じく TKP が手掛ける別府市の商人ヶ浜公園の再開発事業別府海浜砂湯の改修に加えて コテージやレストランなども併設すす。る計画ですしかし、地元から自然や景観の保全を求める声や他の施設への経営圧迫を訴える意見があり着工の延期が続いていましたが川野社長はきょうまもなく工事に着手する考えを示しました。 客室数をちょっと大幅に減らしましてです、ね、松の木を残した状態の公園、倒木の恐れのあるもの以外はです、ね、すべて残してです、ね、また地元の方にもです、ね、非常にこの喜んでいただける、楽しんでいただける、そういった公園をさらに目指していきたいというふうに思っております別府を代表する施設、エリアとしてです、ね、えー、ますますこう魅力を高めていただけるというふうに思ってますので、一、えー、日も早い着工、完成に向けて、えー、お互いに協力をしていきたいというふうに思います。 が浜の再開発事業は来年春に開業する予定となっています。